はとても退屈です。ふう、私も退屈。以前のように城の受付から仕事を受けてくればいいのではないですか。でもあそこにある依頼って簡単なのばっかりでつまんないし、私もっと難しくてちゃんとした錬金術がやりたい。そういう態度だから町の人からの信頼が得られないのだとコムは思います。それはそうかも。このままでは近いうちに蓄えも底をつきます。よし、決めた。何を決めたのですか。私も師匠みたいに旅に出る。旅に出てもっといろんな錬金術を勉強する。よし、忘れ物はないよね。はい、昨夜のうちにすべて確認しました。それじゃああとは。ごめんなさい、遅くなっちゃった。緊張しすぎて眠れなくて、それで寝坊しちゃって、だからその…落ち着いて、そんな慌てなくても大丈夫だから。うん。でも本当にいいの？リオちゃんが一緒に来てくれるのは嬉しいけど。いいんだって。もともと俺様たちはこの町の人間じゃねえんだし。それにあなたがいなきゃこの町にいる理由はないものね、リオネラ。うん、私がロロナちゃんと一緒に行きたいのだから。ありがとう。なんかちょっと恥ずかしいけど。それじゃあ行こっか。リオちゃん、本当にやるの？うん、お金稼がないといけないし。それは分かってるけど、さすがにこれはちょっと。すごく似合ってるよ、ロロナちゃん。ああ、ありがとう。って、そういうことじゃなくて。ぐちぐちうるせえな。いい加減観念しろって。そうよ、リオネラだけに働かせるのは悪いって自分で言い出したんじゃない。言ったけど予想以上に恥ずかしいっていうか。それは遠回しにリオネラが恥ずかしいって言ってんのか。そうなの？そんな風に見られてたの？違うよ。あくまで自分で着てみたらってことで、リオちゃんがどうとか。大声出さないの。お客さんに聞こえちゃうわよ。もう、わかったよ。劇でも踊りでも、なんでもやるよ、こうなったら。
一緒に頑張ろうね、ロロナちゃん。